皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらモンスター能力調整がやってまいります。滞在でとかけないでしょ。新キャラも強くて、何より既存進化がめちゃめちゃいい性能してるのよ。で、既存進化が強いのは僕めちゃめちゃニコニコなんですけども、既存キャラ強化も入るということでね、みんな大好きゴルケイオスさんとかもね、強化入りますしね、もういろいろ来ますので、バルデターンも強化入って、クレアも強化入って、もう全部見ていきましょう。もうこのパート3で既存強化を全部見ていきましょう。さあ、まずグレオンからです。10強4つ無効感 2way プラスガドブレ UB2 つ封印バインド持ちです。3属性増えております。スキルは変わらずで、リーダースキル受けるダメージを常時 35% 軽減、火の2コンボで、ダメージを軽減、火の全パラが2倍、5コンボ以上で攻撃力15倍って感じになってます。ちなみに、全パラ2倍の 35% 軽減リーダーになってます。おもろい。まあ、使うかどうかは別として、リーダースキルは実はかなりおもろくなってるね。これとんでもないね。で、まあ10強打つ無効感で軽く出せるのもいい感じとあるかな。で、グレオン武器です。7強非コンボ強化ドラゴンキラーにチーム HP、 HP 強化になっております。チーム HP 増えたのはめっちゃでかいね。で、次これです。指2つになって創作家追い打ち回復強化になってます。4ターン指回復、火の攻撃4倍に2ターンヘイストが12ターンって感じになってます。はい、続きましてバリアス進化後、スキブロック封印指7強に LC6 個持ちです。軽く出せるようになってます。まあ火力相当上がりましたね。これかなり強くなった。超アクセル7強プラスもあって、火力はかなり上がってるかなって感じです。あ、で、武器は、これ攻撃タイプ、攻撃強化6個に HP1 の中に全員に攻撃力 ×500 倍の非攻撃が20ターンって感じになってます。あ、これは弱いね。はい、まあ、グレオンに関してはすごいね、リーダースキルが強くなったなぐらいの感じですが、まあ、そんな正直強くないんで、もう次行きましょう。メニットです。冬3色4つ L10 プラス指3つに封印にバインドプラス持ちです。で、3属性増えていて、リーダースキルは3色同時で3コンボ加算固定100万ダメージ、回復従事でダメージを 78% 軽減、攻撃力が35倍です。まあ普通に回復従事はめんどくさいんですけど、それさえできれば35倍に3コンボ加算固定100万あって 78% 軽減あるんで、かなり強そうな感じはありますね。あと冬3色4つで火力も出せます。トリスです。トリスめっちゃおもろい。無効感10強4つに枝豆2つに封印バインドプラス持ってます。はい、で、トリス3属性増えて、スキルが1ターン属性吸収無効ロック解除に両端水変化が2ターンって感じになってます。属性吸収無効ロック解除両端水変化が2ターンなんで、これは相当なぶっ壊れキャラになってると思う。で、リーダースキルは指12秒固定で10コンボ 78% 軽減、水10個消して攻撃力20倍、固定500万って感じになってます。まあこれもね、最強リーダーまではいきませんけど、まあでも強いとは思う。さすがに 78% 軽減もあるし、まあ普通に最近の新キャラとして実装されてもそこまで問題ないぐらいには強くて、まあ、うまいこと使えればかなりぶっ壊れると思うんで、トリスも結構期待値高いですね。かなり強そう。武器は回復タイプ追加、枝豆スキブ、回復トルケ7強に攻撃強化って感じになっていて、7強が増えております。で、嫉妬の卵です。バインドスキブ水トルケ4つ、追い打ちが増えました。はい、最短10ターンになってます。ジビスキブロック封印指、十字7強打つ攻撃キラーで、超悪性は変わってませんが3色攻撃プラスになってますね。いいね。キラは一緒で、リーダースキラは HP4.5 倍になってます。敵は暗闇お邪魔毒回復バインドになっております。はい、トリスは相当強いと思いますよ。トリスは期待値めっちゃ高いです。続きまして、またしてもアムリネアが強いんですよ。10強4つ5色攻撃強化になっていて、ガドブレ指3つ封印バインドプラス持ちです。ロイヤルとかで使う場合5色攻撃は活かせないんですが、それでも10強打つになって火力は上がっていて、スキルは変わらず捨てが上がっております。リーダースキルは攻撃回復タイプの HP 回復が 2.5 倍、攻撃力が5倍、5色同時でダメージを半減、攻撃力7倍、3コンボ加算って感じになってます。リーダースキルもこれ HP 2.5 倍半減リーダーになっていますから、なんかすごいっすよね。普通にこれ実質 HP 5倍だからね。化け物だよ。アムリネアマジでやばくなった。で、武器です。スキブ指3つに3色攻撃に攻撃強化です。ちょっと強すぎるか、こいつ書いてること全部強いけど、なんなんこれ。アンフロイです。封印指2つ無効感プラス10強プラス 2way8 個持ちになりました。ステマ上がっていて、スキルは変わらずリーダースキルは木の2コンボダメージ軽減、攻撃10倍、4コンボ加算、攻撃タイプの全パラが3倍になっております。武器貴族性追加スキブ 2way2 個、チーム回復攻撃強化です。お前強すぎやって。これあれですね、ヒカリンとかワルリン系のぶっ壊れ武器に似てるような感じですね。もちろん3ターンヘイストとかはありませんが、この武器は相当強いと思います。はい、続きましてフェゴランです。スキブ4封印2つ、スキルチャージ指2つ、10強プラス追い打ちで、超悪性5色攻撃強化プラスになってます。スキルは6解除6直陣に消せない場合の覚醒無効全回復が11ターンです。はい、まあぼちぼち。武器は機動力4つ、光力4つ、 HP 強化になっております。はい、いい武器ですね。
さあフェルルです。冬7強4つ無効感プラス超 H2 つ指封印バインドプラス持ちです。リーダースキルは3属性増えて、リーダースキルが光の HP 力回復は2倍、攻撃30倍、毒ダメージ無効、光力攻撃で攻撃力が光力攻撃ダメージを 55% 軽減、3項目差になりました。あ、まあそんな強くはないかな、別に。でもまあ火力上がったねぐらい。武器はスキブバインド枝豆超打ち、光列3つに操作負荷攻撃強化になっていて、55生成に4ターンダメージ半減、サブ光の攻撃3倍が11ターンになってます。はい、ミアです。チーム HP4 つ回復努力、ごめんなさい、チーム HP2 つ回復努力を2つ、回復 L 字 L 字プラス封印10強4つにバインドプラス持ってます。はい、でチーム HP2 つあって回復努力もあって、さらに火力も10強4つ L 字プラスで出せるんですけど、スキルが自分の攻撃2倍、6回以上光回復を起こせずのまま。ただまあこのスキル元から強いしね、3属性持ちでステマ上がって、リーダースキルが 60% 軽減、8コンボ以上攻撃回復4倍、光回復同時でダメージを軽減、攻撃8倍、3コンボ加算です。耐久値は 74% と低いものの、回復4倍もあってこのスキルなんで、結構ミアも使いやすいリーダーになったかなとは思います。結構強そうですね普通に。で、攻撃の卵です。バインドスキル毒3つ指に攻撃強化で2ターンダブル吸収無効、2ターンヘイスト HP 全回復が14ターンです。ラマは暖房3つ、スキル指2つ、封印ガドベレ L 字プラスです。スキルは2ターンダブル吸収無効、2ターンヘイスト HP 全回復が14ターンになってます。周回道路とめっちゃ強そうですね。はい、HP も 4.5 倍になっております。ワークススキル増えてスキル4つ持ちになりました。偉すぎ、は偉すぎだろ。スキル4つ持ちになりました。5番卵です。枝豆、雲、光コンボ強化、回復努力 HP 強化で6解除15、15生成が8ターンになりました。強い。でファデルに関してはスキブ6、封印指プラス超つなげし、無効感4つに超1持ってて、超惑星超つなげし持ってます。まあスキルも強化されて、リーダースキルも HP 4倍になっております。元々 HP 2倍だったんこいつという感じです。敵は回復努力をチーム回復2つ、回復強化2つになって、 HP 30% 回復、倍の覚醒無効全回復が5ターンです。天使の鍵は光泥鏡を打つと闇泥鏡を打つになってます。この泥鏡めっちゃあるの、周回とかだと意外と偉いんだよな。意外と使えそう、この課金武器ね。ラスト闇です。 UX 50% 以下強化打つに無効感プラス冬、チーム HP 封印バインドプラス。冬めっちゃええやん。スキルは6解除に闇6個生成に1ターンダメージ軽減、自分の攻撃 2.5 倍が3ターンで、ステマ上がって3属性持ちになってます。リーダースキル1、お、びっくりした。 HP 50% 以下の半減ね。びっくりした、びっくりした。あ、今めっちゃびっくりした。 HP 3.5 倍で HP 50% 以下の場合だけダメージ半減ですね。まあ、ただこれ実際使う場合は HP は相当低いキャラになってしまいますね。闇2コンボで攻撃力35倍、固定300のダメージです。でも事実上これで HP 3.5 倍半減リーダーは実装されましたね。まあ事実上だけどね。まあまあまあ、反対攻撃でぶっ壊れから食らったら即死なんで、そんな別に強いわけじゃないですね。実質 HP で言うと 3.5 倍ぐらいになるのかな。実質 HP 3.5 倍とかなんで、そんな別にぶっ壊れってことはないと思います。はい、ユークス武器スキブバインド 50% 強化や、ミルツ3つ、チーム HP 攻撃強化持ちって感じです。はい、いいね。でフンドの卵、スキブ闇列4つに、闇泥鏡プラス枝豆攻撃強化持ち、闇列3つ、ごめんなさい、スキブ闇列3つ、闇泥鏡プラス枝豆攻撃強化です。めちゃくちゃ気持ち悪い話を1個だけしてもいいですか。あのパズドラにはですね、あのフンドの卵の覚醒戻せっていう、なんか頭悪いやつがいるのよ。でも言ってることマジで間違ってなくて、フンドの卵ってもともとスキブ闇列3つだったんだけど、なぜかいきなり枝豆がこの位置に入ったんですよ。でなぜか枝豆がこの3枠目に入ったことによって、まあ実質的な周回における弱体化を受けたんですよ。枝豆をつけたくない編成においては枝豆が強制的に入っちゃうから弱体化が入ったんだけど、あの今回の調整で地味に枝豆の位置が下に下がったので、あのこれで実質的にフンドの卵のね弱体化は解除されましたね。まあ、これあの元ネタわかんないとクソキモいんで、あのどうでもいいんですけど、元ネタがあってね、あのずっとパズドラのね公式ツイッターのリプ欄にね、フンドの卵の覚醒戻せみたいなやつがいるのよ。そいつがねやっとこれで報われましたね。はい、で、バルディターンです。進化後バインドスキビオン封印無効感プラス7強6個 L 字プラスです。小惑星 L 字プラス持ってます。スキルは消せないバインド覚醒無効、全回復3ターン、サブと人闇の攻撃力が3倍が7ターンって感じになってます。はいですね。まあ7強無効感もあって L 字があるんで、 L 字運用できればまあ軽く出せるかなぐらいですかね。で暴食の卵 50% 強化、闇列4つに追い打ち攻撃強化です。マジです、めっちゃ弱くあれ、めっちゃ弱くあってくれ、マジで弱くあってくれ、マジで弱くあってくれ。スキブ6封印2つ無効感プラス50倍が強化3つ、あーまあまあ強い。スキブ8、うわいいキャラ、
スキルは HP50% 減少、ロック解除、水闇変化が6ターンです。これだけ分かってくれ。 HP50% 以下でダメージを激減、攻撃7倍、闇にコンボ4コンボ重ね1コンボ重ね、よし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 。はい、ということで、次ゴルケイオスです。バインドスキーププラス封印7強8個ガドブレです。スキルは消せないバインド覚醒無効、全回復、ランダム闇の残生成が7ターンスキルです。ほう、なるほど。消せない回復とバインドと覚醒無効全回復も増えたんですね。7ターン、7ターン重いね。でもで、リーダースキル指7秒固定で3色同時ダメージ 55% 軽減、4色同時攻撃25倍、5色49倍、闇の HP2 倍って感じでした。はい、という感じがね、今回の既存キャラ矯正でした。まあなんだかんだいいキャラちょこちょこいましたね。やっぱりまあトリスがかなり強そうな部類に入ってるので、トリスは良さそうで、まああとはアムリネアも結構リーダーとしては使いやすな感じはしましたね。まああとミアは結構使い勝手良くなったかなみたいな感じで、この3体は押さえておいていただければいいかなと思います。ということで今回の動画は終わりになります。滞在流ね、これからめちゃめちゃいろんなキャラ使っていくんで、どんなキャラ強いか分かんない人はもうユーコロチャンネル全部見てください。そしたら強いキャラだけ紹介します。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。